本日の96号の高松行きでございます。あと5分ほどお待ちください。四国直通列車の八雲94号高松行きでございます。今後とも八雲号よろしくお願いをいたします。これから止まります駅と到着時刻のご案内をいたします。次の新次には6時59分玉造温泉、7時8分、松江7時15分、安木7時35分、米子7時44分、根生8時13分、庄山8時29分、新見8時57分、備中高橋9時27分、倉敷9時51分、岡山10時8分、小島10時53分、境で11時13分、終着の高松には11時37分の到着です。乗務いたしております。乗務いたしておりますのは、運転士が JR 西日本米子運転所の瀬崎でございます。ご案内いたしますのは、米子車掌部の武田です。途中、岡山までご一緒いたします。どうぞよろしくお願いをいたします。車掌室は4号車にございます。車掌室は4号車にございます。ご用がございましたらどうぞお気軽にお声をかけください。車の順序は後ろの車から1号車、2号車、3号車の順で6号車まで6両繋いでおります。1号車、2号車、3号車とより3両の車が自由席になっております。4号車はグリーン車の指定席、5号車、6号車は普通車の指定席でございます。また後の車1号車と5号車は禁煙車になっておりますので、1号車5号車でのタバコはご遠慮いただきますようにお願いをいたします。また綺麗な車内で気持ちの良い旅がしていただきますように、デッキと洗面所に靴もだけを用意してございます。車内で出ました弁当柄、空き瓶、空き缶などはお立ちになりました際で結構でございますので、くず物入れの中にお入れいただき、綺麗な車内で気持ちの良い旅ができますようにご協力をお願いいたします。またこの列車の座席はリクライニングシートになっております。肘掛けのレバーを上に上げていただきますと背もたれが後ろに倒れます。また前に少し倒していただきまして、回していただきますと4人掛けにもなりますので、どうぞおくつろぎください。次は新次に停まります。6時59分の到着です。左側に見えてまいりました
湖は宍道湖でございます。周りがおよそ47キロの汽水湖でありまして、松江近くになってまいりますと見えてまいります小さな島夢ヶ島は、この湖に身を投げた花嫁の泣き殻を乗せて一夜のうち浮かび上がったという伝説を秘めております。また小泉八雲が絶賛いたしました夕日の美しさは水郷松江の城長一段と添えております。列車はしばらく湖に沿って走ります。およそ3分で松江に到着をいたします。到着のホームは2番ホーム、出口は左側で、停車時間はわずかでございます。松江通りのお客様、どうぞお忘れ物の念を乗車を願います。上りの各駅停車の米子行きは7時55分の発車まで40分の待ち合わせ。1番ホームから試乗いたします。私は島根県庁の所在地で、山陰地方の政治経済文化の中心地となっております。市内には松平湖の漁場であった松江城や歌で知られた松江大橋、小泉八雲の旧居などのほか、数多くの名所旧跡があります。松江を出ました次は安来に止まります。ありがとうございます。山陰線、伯備線、瀬戸大橋線を取りまして高松まで参ります。四国直通一番列車の八雲94号でございます。車の順序は後ろの車から1号車、2号車、3号車の順で6号車まで6両つないでおります。1号車、2号車、3号車、あとより3両の車が重積になっております。4号車はグリーン車の指定席、5号車、6号車は普通車の指定席でございます。4号車、5号車、6号車にご乗車のお客様、お手元の特急券の号車番号、座席番号を確かめてください。号車番号札は各車両の出入り口内側の上に出しております。また番号札は窓枠の上に出しております。次は安来に止まります。7時35分の到着です。